わさび海岸の神奈川、え、いいな、いいな、サビ海岸久しぶりに聞いた。いいね。え、海で花火っていいよね。なんか夏ってか、てかもう夏終わるじゃん。こんばんは、ケイさん、かわいい。こんばんは、ヤマさん、こんばんは。体調大丈夫？体調大丈夫です。かすみちゃんは、あ、かなちゃん、明日太鼓行ってきます。見て見て。あるから、私がサインしたのが。ぜひぜひ、なんだっけ、裏も見てほしい。そう、これ大丈夫ですよ、ありがとうございます。てか私、この1週間全然寝れてなくて、いや、この1週間ではないか、この3日 ?2 日が、この2日ぐらい立ってても寝れそうなぐらい寝てない。ドクさんヒッター、石原さんヒッター、夏でベリコフィーよ。そうだよね、私も夏っぽいことしてないんだよね、あんまり。まあ、ツアーがあったぐらい、ツアーがあってうどんを食べてみたいな。明日はひなつーかさんのコンサート、楽しんでください。どんちゃんさん、夏の終わりにふさわしい公演になるといいよね。確かに、いや、じゃあまだ確かにね。まだ、え、暑いよ。てかもう今日は暑かったの、すごい。あら、見て、うん、嬉しい、ありがとう。写真撮ってみて。撮ってみて。キャイさんいた、高橋さんいた。この衣装以外で、え、嬉しい、屋根の上のギターキさん、嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。記者みんな大変だよね、大変なの。明日のレッスンがすごく大事なレッスンになってて、首をやりませんようにという。マイピ元気になりました、ポッさん、こんばんは。え、そうなんだ、ヤクルト1000なんだ。え、なんか買えなくない、ヤクルト1000。あさって雑巾ね。もう8月終わ、もう8月終わるね。うん、終わっちゃうよ、8月が。早くない？この前8月来てたじゃん。嬉しい、ゼロタクさん、ありがとうございます。ちかさんヒーター、大好き、ヒーター、ちゃんと寝てね、寝る。いや、なんかショートスリーパーなのはショートスリーパーなんだけど、なんて言うんだろう、なんか寝てなかったら寝てなかったで、結局ショートスリーパーなりになんかめっちゃ寝る、ん、いや、なんて言うんだろう、ショートスリーパーなんだけど、一日休みの時があったらマジで一日寝るとか、そう、いいと、毎日暑いです、もうイラッとして大放送です、毎日暑いよね。みんな自主練に、そう、自主練がね、あるの。なんかいつも以上に画面しゃべってない、そう。なんでね、わかんない、私もクマもすごいよ、わかる、見てわかると思うけど、ちょぶさんヒーター、違う、さあ、暑すぎ、暑すぎるね。赤みどりさんヒーター、ヒーターの体調、体調は大丈夫ですよ、私の。お母さんから、お母さんにあのタワレコ行ったっていう写真を送ったのね、みんなさんにもばめで送ったような写真をお母さんに送ったんだけど、お母さんがまず第一声っていうか、帰ってきた写真だけ送って帰ってきたラインがなんか「クマすごい」みたいな、目の下のクマすごいみたいな。だから昨日送ったもばめの写真見てほしいんだけど、私のクマがもうめちゃくちゃやばくって、ここの
この配信でも分かると思うんだけど、私クマが今すごくって、そう、まあクマがあるからどうとかないんじゃないんだけど、消せるから消せるからいいんだけど、コンシーラーとかで、てかあまりにもひどすぎて、顔がすごい、なんて言うんだろう、なんて言うんだっけ、くすんで見えるっていうのかな。そう、またみんなごめんね、15分しかないから早く聞いたんだね、本当に。ポムさんこんばんは、ありがとう。今さんさん見ててください。そろそろサングラスデイズ、確かにね。朝日たんせいちゃんちゃでも可愛い、ありがとう。年末が、そうだよね、年末なんだかんだあの時期好きなんだよね。心拍さんいた、なんだかゲーム目に光がないです、やばい。よく言われる最近。え、すみません、なんだよね、すなさんいた、明日と、嬉しい、見て裏面もぜひ見てね、マイピ。たやきさんそっちかーい、そっち。あ、そうだ、あまり無理しないでね、ありがとう今さん。いや、そうなんだよね、体調管理大事なんだけど、多分私時間の効率、時間の使い方が下手くそなんだよね。私なんかダンスとか夜やって、ある程度やって寝ないと気が済まない人で、でもそのある程度やるっていう、そのある程度を覚えるのにも時間かかるから、結局 2,3 時とか来るの普通に余裕で。でもある程度覚えたら今度はなんか全部覚えれそうっていう感じになるのね。そしたらもう朝まで踊っちゃったりとか、朝まで自主練したりとか、そんなのが普通にあるから。でも中には他のメンバーとかは早く、夜早く寝て朝起きてするって言うんだけど、いう子もいるんだけど、私はそれが無理で、ある程度覚えて寝なきゃ不安なの。熊が映ってて忙しいのか、全然だよ、時間があったから行ってきた。うん、だるこんばんは、お久しぶり、お久しぶりはだる、もうすぐ会えるじゃん。今年アンドビー見たわ、見たよ。じゃあ、そうなの、なんこさん、やつさん、ひんたん、青木もせいさん、かまわ、今日のメール、今日かな、昨日かな、でも全体的にひんたんキラキラ、そう、本当に誰それ、僕のアイドル誰それ誰ですかそれ、といちゃん、といちゃん、めっちゃ偉いのかな、わかんない、でもみんなしてるからね、してることは時間の使い方が私が下手くそなだけであって、みんな練習してるから、若いからまだ若くないけどね。インペイさんこんばんは、こんばんは、ヤーピーさんこんばんは、インペイさん初見です、ありがとうございます、来てください。タイマーかけてこの時間までにするとかは、そして早起き、確かにね、タイマーこんな感じで、なんかね、時間を忘れてるんだよね、ダンスを覚えてる時って。3期で誰が、リチャとかかな、リチャかなうとかじゃない、ノアミャンとかミュンミュンとかリチャとか、まあ、ダンス面だね。そう、マイさんこんばんは、女優さんのスタンス嘘、一回始めたら、そう不安になっちゃうの、パパさんこんばんは、首は大丈夫、完全完治ではないけど、こんなの困ってくださいヒタ、じっくり見てると恥ずかしい、じっくり見てると、ありがとう。あ、そういうことか、みんなあえてツイートしなかったね、そういうことか、みんなぜひ見てください、タワレコのね、サイン
インというか色紙。スケムさんヒーターヒーターに時間プレゼン欲しい。いつか渋谷来てや。すごい友達のノリで、いつか行きますプライベートでもお仕事でも。昨日からそう、これが今の私の部屋着、部屋着というか寝る時の、そう別にあのね、今日別に寝ないんだけどね、今日も多分徹夜コースなんだけど。みーさんヒタンヒタン、姫の弱ってる時の方が可愛い説あります。いやその説本当あるんだよね。てか可愛いとは思ってないけど、うるさいじゃん私って。ほら弱ってる時って静かだから、静かというか声が低いから、そう、どんなんか、まあ確かにね、元気な日だね、いいな私ね。てかダンスってダンスの先生が教えてくれるものだと思ってたの、アイドルになる前までは。ただ今このなんだろう、私たちね今のスタイル、まあ先輩方も多分てかそうなんだけど、自分で振り動画を覚えてきてレッスンするみたいな感じ。いや当たり前なんだけど、私はそれを考えてなくって、ダンスはもう最初から先生が教えてくれるものなんだと思ってたから。そう、けいさんこんばんは。あ、青ねツアーでやばい楽しみ。津田さん頑張る、ひーちゃんが好きだ、嬉しい、ありがとう。ひーちゃんさん、僕の指令が浜田ひみ、あ、いいじゃんひーちゃん、かわいいよ。裏にいいこと書いてましたよ、書いてたでしょこの配信はでも後も練習する、練習するよ。出てきた、部屋着引いた。かすみん寝てる、寝てない。かなさんマックスだね。マキさんが例のように時前来てくるうるさいからね。いやそれは言い過ぎでしょそんな、ただうるさいのはまあ事実だね。ケイさんこんばんは、なんか酔ってる姿の妹と一緒だわ酔ってる時にね、確かに。ゆきくん怪我ってツアーに、あそうなの、しばらく病院生活。えそれはね仕方ないけど、早く良くなりますように。心配です、心配だ、大丈夫かな。てかショックだよね、そのツアー前にね。全然、あたし赤ちゃんツルツルじゃない、塗ってます、テッカテカになるやつを。頑張りひいたん、ありがとう。44分、あれ45分来たじゃん、もうすぐ来るのか。明日楽しみ、ひなつんのうちは。先生はなんて言うんだろう、細かい振り、私たちがダンスで違うような細かい振りとかを、なんか手の向きはこっちだよとか、こういう振りだよとかいうのを教えてくれる。ただ全体的なもう当たりダンスとしてはもう自分で覚えてきなさいスタイルだから。みっかり見に行ける、体調整えてる中です。えね、みんな頑張ますように。でもいいじゃない、ありがとうサタンさんね。じゃあ今日はね、ありがとう。46分だ、本当だ。15分気がし、こんばんは。ではもう終わりますが、では壇上読みたいと思います。早かったけど。13位ラパンさん、12位ペンギン兄さん、11位イエイニさん、ありがとうございます。10位が赤山のつぼちゃん、9位がゆゆゆさん、8位が南光さん、ありがとうございます。7位がこういちさん、6位がひらりハットさん、5位がすーさん、4位がたれやきさん、3位がゆうさん、ありがとうございます。2位がてつじさん、1位がいなくん、ありがとう。みんないつもいつもアンコールしないありがとうみんな。ありがとう、休み時期休む、おやすみメリくん、ありがとう。てつじさんもありがとう、わかなちゃん、きゅうさん、ひみちゃん、ぐんないぐんない、ひらりハットさん。ではまた明日お会いしましょう、バイバーイ。寝れる時の付き合うだって寝れる時の付きます、バイバーイ。